アトミ学園は、アトミ学園中学校、高等学校、アトミ学園女子大学を参加に持つ、私立学校法人。アトミ家系1875年、アトミ家系が東京神田区中猿学長に、私立アトミ学校として開校したのが最初。その後名称を、アトミ女学校と改めた。アトミ学校設立後の生徒は4から5歳から17から18歳。 までの両家の子女が中心であった。開校後、生徒数は順調に増えて、猿学長が手狭になったため、さらに壮大の校舎と夕広の庭園を描き、第二改良の方法を接し、もって完全の女風を養成船として、1887年、小石川区柳町の敷地約2000坪の新校舎に移転した。 1906年に5年生高等女学校令に準拠したが、絵画、修辞、裁縫などは配当時間を多くとって本校特有の科目とした。戦後の学生改革の後1950年に短期大学を開学。1965年に女子大学を開学した。1908年頃に流行したハイカラ説には、 目白の女子大学や上野の音楽学校と並ぶ、ハイカラな女学生として、下のように歌われている。最初の部分は、シナシナシナと行き交うわと歌われたこともある。小石川は、小石川にかけたもの。1875年に学校を設立した際、皇后のおぼしめしにより、紫ばかまを着用させた。後に設立された、家族女学校の生徒の袴がエビ茶であることから、 えャ茶式部と呼ばれたのに対して、後見の生徒は紫の墓まであったことから紫エモンと呼ばれた。女子大学のニーザキャンパスは桜の名所としても知られており、毎年春に桜祭りが開催され、校内が一般に開放され、花見ができるようになる。2016年に日本経済新聞が作成した一度は歩いてみたい。 国内大学の桜名所でランキング1位となった。ありがとうございます。